朝洗顔するとこからがメイクですよっていつも言ってるよね。スキンケアもメイクですよっていうね、うんうん、だからメイクアップっていうのはメイクダウンってならないようにしなあかんんですよ。メイクアップっていうのはメイク作る、上に作るっていうことなんでね。だからアップする、人生をアップするように作っていくのがメイクアップで、下手するとメイクダウンなんですよ。その作業、うんうん、普通にやってる作業やとみんな思うかわからないけど、さこうやって鏡見て、なんだこのもうまたこんなとこシワできてとか、このまたこんなとこにシミできてとか、もうこのなんていうか朝の鏡見て自分のネガティブなところにこのフォーカスしながら毎朝を過ごして、うん、もう仕方ないな、このシミ隠さなあかんかなみたいなので、どん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 やって仕方なしにやっていく、このネガティブな時間を毎朝毎朝積み重ねて5年10年20年経った人とおこんなとこシミできてないか、しみったれた顔してあかんぞ、今日も頑張っていくかみたいな感じで喋ってね、まあ、寸劇になってないけどさ、僕は勝利だまあなんとなくわかるよね。わ私って綺麗って、まあなかなか年齢いってもなかなかいけてるやんとかね、僕も今日はこうやってね、おなかなか還暦にしたらなんかかっこいいやないかとかね、ちょっとまあ自分で言うわけですよ。そうやって自分で、スキンケア、鏡向かう、で僕眉描く時もそうですね、うん、眉ちょっと白が出てきたけどこれもまあこれでこれ塗ったら結構わからんなとかね、こうやってこう前向きに考えてやっていく。そうするとその5年後10年後20年後つまり僕やったら今80になるわけですね、うん、でその積み重ねがその人の外見に現れたり、外見に現れるということは内面がそうなっていってるということなんですよ、うん、もう本当に表裏一体なんでね、外の顔の顔に出る表情っていうのはもう本当にその心の表情と一緒なんで、まあ、そこら辺をねすごく大事にしてる、ね、顔のまつげ一本眉一本に神様が宿ってますよ、だからこう大事にしなさいよっていうのがね、うん、僕の本講座ではあるようにね、まあ、まあまあこれも僕の経験やから言いますとね、20何年前か、だから今からまあ20年前ぐらいだと思ってください。かなり年代、時代がこう違う ね時代ですよね。20年からね。そうするとボランティア活動でずっと行くわけですよね。老健施設に行くと。メイクを侮るって今言葉出たけど、こんなところにお化粧なんかしに来て何考えてんのっていう冷たい視線があったわけよ。うんうん、これは今でこそですよ、みんなね、今でこそですよ、男の人がメイクボックス持ってですよ、で老健施設入ります。今老健施設というのはどういうこと、老人ホームとかね、デイサービスとか今ありますのね、そういうとこ行ってでメイクボックスを持ってやろうとしたわけですよ。でね、おばあちゃんがね、あんた何しに来たのみたいな、あんた何しに来たのっていうね、私こんな年になってそんなもう化粧どころかもうそんなもうええでって、なんか運に来たんかいと、まあ、そういう流れとか、それとかそのスタッフが横目で見るわけですよ、こうやって。この人は絶対なんかあるで、裏あるでとかね。冷ややかな目があったわけで。で、まあ、そんなんも全部乗り越えて、いや、僕は高校で、お化粧の力っていうのは大事なんで、で、この化粧っていうのは、この今年齢がどん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 高齢化いくときに、やっぱりお化粧を使ってリハビリになるんですよって言ったわけですよ。うん、お化粧っていうのは細かい作業で、その自分の顔を作っていく作業なんで、ここをもう何て言うかな、この作業を手放してしまうと、もう自分の美意識が下がる一方だし、美意識下がると自分の体の健康とかもどんどん意識なくなっていくんですよ。だから美意識を高めるということは自分の体を大事にする、健康を大事にするってことイコールなんで、だから皆さん手放さず、めんどくさいっていうことが出ると思いますけど、僕も出ますよ、めんどくさいっていうのだけど、めんどくさいって出たらこれは認知症の、まあ認知症になる予備軍やと言われるぐらい、今言われ覚っとってくださいねと、まあそんな話をずっとやってきた。でやり続けてるとね、そのおばあちゃんたちもね、やっぱりやろうとするんですよ。今まで遠のいてたやつ、あれそうなの、ほな今いっぺんやってみようかっつってね、こうやってねチークちょっと塗ったりやるわけですよ。まあ、もう認知症になりかけてる人なんでもね、こうやってやってるわけ。でもなんかわからんけども、なんかこう前向いてきた時、このメイクのパレットを見てこうやって舐めたりするわけね。うん、おばあちゃんそれ食べ物じゃんかやめてよっつって言うたんやけど
もそれほど今度遠のいてた人がこっち側にこう入ってきた時に、そのチークとか色物を見た時に顔色がどんどん変わってくるんですよ。あってこう、もっと目がほっちゃなって、わかる？目がこんなのになるんですよ。こうわかるかな。遠のいてたやつが前のめりにぐわーっとなってくるわけですよ。で鏡を見て一生懸命やってるのね。でこれをずっとその僕が最初そのボランティア行った時に、この80のおばあちゃんでもこんなんやから、40、50の人らがもっと早く気づいたら後の人生ものすごい違うやんっていうふうに気づいて、老健施設から今度その親御さんね、お父さんお母さん、 おじいちゃんおばあちゃんの、息子さん娘さんの世代にもっと働きかけやなあかんって言ってやってきたわけですよ。手のひらでこう包み込む時間を持ってほしいんですよ。これちょっと共通して言えることあるでしょ。この間のライブ配信で僕言ったね、トイレ入った時に自分の腸をこうやってさすったりとか、いつも腸さんありがとうとかで、ずっと上からね、心臓ありがとうで、上で食道ありがとう、顎ありがとう、口ありがとう、鼻ありがとう、これ全部って僕触っていってるんですよ。で、まあ、一番大事に消化体って言ってね、額ありがとう、眉があってありがとうってね、僕らメイクやってるから眉もなかったらすごい可愛いからね、眉の毛もあってありがとうと、こうやって触っていく、これは健在意識よね、意識があるからやってるわけですよ。でこれ毎日やってるとだん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 それが朝やらなくてもなんとなしに普段なんか大事にしてるような気になるわけ。それが潜在意識に落とし込んでいくっていう意味なんで、やっぱり最初この潜在意識の中で習慣をしていくことはすごく大事なんで、メイクしてる時にそれを意識する。でそのあそんなこと言ってたなヒデさんっていうことを毎朝思い返してもらってね、毎朝思い返していくと、そこに今度潜在意識にどんどん溶け込んだ時にもう自然にこの自分の体に染み込んでいくみたいな、うん、まあ、そういうところまでやってほしいよね、やっぱりということなんですよ。なんやろな、年齢とともになんか心が固まっていくとか、年齢とともになんか新鮮味が忘れるとか、感動が薄れるとか、うん、あるよね、普通の人はね、まあ、僕らもあるんだけどね、これがね老化の一途やということをね、心がそうなるとね老化が進んでるっていうことなんですってよ。だからそれを意識してるんで、なんかこうあかんなと思うことないですか？そうですね、私今までそんなに、うん、まあ、忙しすぎたっていうのもあるんですけど、一つ一つにあこれが綺麗だなとか、これがあるから嬉しいよなとか、そういうことをこう思って生活するって習慣があんまりなかったですね、うん、ですけれど、そういうことを楽しむっていう生き方、うんうんうん、それが分かり出してから一つ一つをこう本当に綺麗だなって思うためには自分がこう楽しんでないとダメなんですよね、うん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 、苦しいとか辛いとか思ってる生活をずっとしてると、そういうことを思うこともなく、うん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 、だけど楽しもうとか思い始めると、一つ一つがあ今日これがあって嬉しいなって思えるし、何か食べてもあこれは美味しいなって、今日これ食べれる私ってよかったとか、そういうふうに思えるようになってきたんですよね、うん、でそう思うようにしようとかって思うと楽しめるようなことが起きたりとか、今までそんなに美味しいなと思わなかったものが美味しいと思えるようになったしでそういうふうに思えるようなことが起きてくるんですよね、どんどん。たかだか一つのおまんじゅうでも、うん、あこのおまんじゅうってあこんなに美味しかったんだとか思えるし、うん、でそう思えるといろんな世界が変わりますよ。なんか、うん、じゃあそこに行くために今日はこんな装いで行ってみようかなとか、うんうんうん、今までこんな服着たことなかったけど、それこそこんなの着てみた私って素敵なんじゃないとか
じゃあちょっと着てみるとか、うんうん、今まで挑戦したことがなかったようなものに挑戦してみたりだとかなんですね、うんうん、だから今日もこんな赤いセーターをちょっと着てみました。はいはい、いいと思います、いいと思います、可愛いですよ。こんな赤い服を着てみる私もありとかって、まあそんな風な感じになっていくので、いろんなことにワクワクできますよね。なんかそんな感じになっていってますよね、うん、面白いですよね。いや本当にね、うんうん、2年ほど前に会った時とか全然印象も変わってきたしね。でやっぱりそうです ね, ね、印象も変わったし、うん、考え方もどんどん、まあ、メイクを通じてっていうことも言ってたけど、うん、まあこうやってね、うんうんうん、あの仲間のね、まさみさんとかあのよしこさんとの交流を通じて、またこういうね、うんうん、あのいろんななんか情報が入ってくるしね。で考え方がいろんなシェアをすることによって、うん、ものすごくやっぱり自分がこう今まで経験したことのないことを、まあ、なんかしやすくなるよね、うんうん、そうですね、後押しがね、うん、あってね、だからまあそういう部分はね、僕いつもあの大事にしてるのはそこなんですよね、うんうん、だからまあ、些細なことっていう、まあ、みんなから言うたら些細なことがわからないけど、本当に生かされてるっていうか、うん、お化粧をできる国がないんだから、普通はこんな安心してお化粧する国ってどんだけ幸せかって、まあ、今の戦争のいろんな各地の戦争をまあ見たら分かるようにね、そういうところがこんなメイク品を自分が手にできてるっていうこと自体でもすごいことやのに、うんうん、もう地震とか来てね、なんかもうそれこそ避難所なんかいったらもう化粧どころじゃない、ないわけですよね。だからそれを思ったら本当にその時間が取れてメイクしてたらね、やっぱりめんどくさっていうよりかありがたいなと思ってやった方がねいいと思いますよね、うん、要はこの今の自分たちが生きている人生の中でスキンケアのを思い出してくださいと。スキンケアというのは顔が汚れるから洗うんですよね。でその汚れるという、今顔が汚れるというのは今のこの生活の中の何かというと、自分に汚い情報が入って降り注いでるということですよ。いろんな情報が汚いとか、うん、怖い情報とか、ね、だからそういったものを一旦流さなあかんという話を、ね、してますよね。それとか、まあ、例えばぐちぐち言ってるような人のそのネガティブなエネルギーが入ってくる、顔についてくる、そういうのを洗いましょう。で今度はそれを整えましょうって、化粧水で整えるときに、化粧水を整えるというのは何かというと、自分らしさ、自分の考え方をしっかりと軸を持つ時間を作りましょう。これが化粧の時間であったり、スキンケアであったり、寝る前の時間であったりって僕言ってましたよね、うん、でクリームつけますよね。化粧水で整えたクリーム補いますよね。その補うときはこういうふうにして、素晴らしい仲間、プラスになる仲間とかコミュニティとか、そういうご縁をいただいた人と一緒にいる時間を増やしましょうと。そうすることによって自分がプラスに補っていくエネルギーが入ってくるっていう話を、多分前回やったんか前々回やったと思う、うんうん、ライブ配信でやったんやそれね。そうそう、だからそういうことを今は意味軸もね、伝染するって話しましたけど、ワクワクしている人にの近くにいてると自分もワクワクしてくるように伝染していくってことなんですよ、うんうん、これはまさしく今よしこさんが言われたようにね、まあ、僕男性メイクアーティストからで25年ずっと女性を見て、思ったことをまあズバリ一言で言うと、とにかくもったいないということです。今あなたのある魅力とか美しさを自分自身が分かっていないし、自分自身がその可能性に気づいてない人が多いということです、うんうん、これは僕が男性やから男性から見た、男性メイクアーティストから見たもう素直な気持ちです。で特に今までの長い歴史の中で、女性はやっぱり平等やと言いながら、やっぱりこの職場でも何でもこうなんて仕事でちょっとこうなんか遅れを取るというか、ちょっと阻害されてるような感覚ってやっぱあったわけですよ、歴史上ね。そこにまだ遠慮してる方もいらっしゃるし、家庭に入ったらもう男女関係なくやっぱり炊事とか洗濯とか普通に平等にやる時代が来てるのに、まだなんか亭主関白でないとに従わなあかんっていうね、やっぱ奥さんが多かったりしますよね。まあ、そこを僕はもったいないというのは何かっていうと、自分の女性の人生が今もう男性から女性の女性の主導の世界に来てるわけですよね、時代的にね、うん、だから男性が逆に言ったら女性にお願いしますって言うぐらい寝ないとあかんわけですよって思ってるわけです僕は、うんまあ、そういう部分で今日は聞いていただいている女性の皆さん、
男性メイクアーティストとかしたら応援したいのはそこなんです。もっとあなたは綺麗でもっと美しいしもっと魅力的でもっとできますよと、可能性無限大ですよということだけお伝えをして、終わらせていただきます。今日はなかなか長いこと喋りました、すいませんそれではまたね、来週お会いしましょう。良い日曜日をお楽しみください。風邪ひかんようにね、寒くなってきますよ。